がりの良かった3号艇堤が1号艇宇佐美のすぐ横につけてきました。ボートレース宮島第6回富士通フロンテックカップ競争水面は残る2つの席をかけての戦い第12レースの準優勝戦です。1号艇宇佐美純、2号艇北川幸典、3号艇堤昇、4号艇久田武、5号艇上野明弘、6号艇島田隆、以上6名の対戦です。今は1号艇宇佐美純、11号機を相棒に軽快な動きを見せています。勝てば優勝戦1枠が手に入るシリーズリーダー、展示タイムも良かった宇佐美の陰線。2コースを取ったのは3号艇堤昇、当時は前々回までに連続優出があります。そして3コースが2号艇人気対抗格北川幸典、地元宮島は6月に走って優勝しています。残る3選手は引きます。4コース角は4号艇久田武、今年はここまで優出6回。5コース5号艇上野明弘、当時の初優出がかかります。6コースは6号艇島田隆、ここは今年の初優出を狙う一戦です。さあ2、3コースが入れ替わりました。人気の中心宇佐美の陰線第12列準優勝戦、内側から1番、3番、2番、4番、5番、6番です。スタートしました。インカのトップスタートは1号艇宇佐美純です。一周の1マークに確定向かっていく、逃げていく体勢、1号艇に出てまくってきた2号艇、懐ついてきた3号艇、4号艇でバック側に入りますが、さあここはまくりを受け止めた。先頭は逃げた1号艇宇佐美純、そして2停身で4号艇久田が2番手追走です。その後ろ3号艇堤が一歩前の3番手、さらなく6号艇5号艇そして2号艇もいます。スタートは正常でした。2マークマストップで1号艇、そして3番6番がやってきた。握り込んでいった4号艇ですが、少し前が塞がって3号艇の堤が出てきました。2番手浮上、3号艇のすぐ後ろには5号艇の上野、そして4号艇の久田も控えて3番5番4番と、この辺りは間隔わずか2周の1マーク、左右から3号艇が先に回って握り込んでいく5号艇、そこついてきた4号艇ですが、ここは3号艇の堤が浮上していましてリードを広げて、上位の2艇が1号艇と3号艇、4艇進相手5号艇の久田が3番手、すぐ後ろには5号艇もつけています。これから2周の2マーク、トップで1号艇宇佐美、2番手は3号艇の堤、その後ろ4号艇を回して差し返してきた5号艇の上野、ホーム側に帰りまして今度は5号艇上野が逆転、3番手に上がって体形1番3番5番に変わりまして、レースは最終周回。先頭はトップスタートから逃げました1号艇宇佐美純、そして2番手は道中逆転3号艇堤、そして合わせてくる4号艇ですが、ここはかわされた。4号艇久田は4番手、3番手は5号艇上野で、ここは少しリードを広げました。上位の体形は1番3番5番です。このまま1番3番5番で決まりますと3連単のオッズは 18.9 倍、ラストターンマーク、トップで1号艇宇佐美純、2番手は3号艇堤昇、そして5号艇上野明弘が旋回しホーム外に帰ってきまして、上位の台形は1番3番5番、第12レース先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、4番2番ゴールイン、ラストで6番ゴールイン。